ことごとくね、もう何もないですよ。あの夏は津波というのはね、おそらく皆さん方もそうだと思うんだけど、三陸すれば癒やす機会になるということでね、三陸の方が津波があるってことはね、だってまたあの岩手県のね、あの本に行きますとね、岩のところにここまで波が来、津波が来ましたので、あるんですよね。だから、ああ、すごいな。で、あの昭和34年のね、地震津波の時にはね、私、記憶あるんですけども、たまたまうちの父がね、お風呂場になんか移住があって、今日の本棚のようでね、で、うちの母がね、大変心配してて、で、相馬の方はね、港があるんですよ。そこではね、潮が引いてね、魚がこうね、パタパタと取って、まあ、1メートルぐらいしか津波がなかったっていうね。だから津波っていうのはもう、全然、玄関ね。では皆さんすいません、名残惜しいのですが、すいません、次のところが